わっさっ、やぴまるです。はい、ということで皆さん、アップデート来ました。メンテナンスお疲れ様でした。そして生放送で、ね、今やってたんですけども、まあね、このプレゼント泥棒っていう新しいね、マップもちょっとやりつつね、いろいろまあお話ししてって、まああの反転するバグがあるじゃないですか。あれについてはまあ再選ボタンを押さなければあの治るということでね、これだけ最初に伝えさせてください。ということで今日の、企画というかね、やっていく内容なんですけども、まあ新キャラ来ましたね。あの B ちゃん来ましたと。まあちょっと可愛い、あー可愛いよよよって感じでね、はい、ちょっと声的にあの給食のおばさんみたいな感じはするんですけど、今日はねちょっとこちらの、B ちゃんをね当てに行こうかなと思います。でエメラルドで正直買えるんですけど、まあ悩んだ結果まあ本当はエメラルドで2つ買って、まあ、バッボックスでスタパー出すのが一番いいかなと思ったんですけども、やっぱね、ガチャ引きたいとか引いてるとかみんな見たいのと思うし、あの、マックス来てマックスと一緒に引こうかなと思ったけど、動画2つ分になるかなと思って、1個ずつやっていこうかなと思います。ということで、早速引いちゃってもよろしいでしょうか。B ちゃんね。はい、引いていきたいなと思います。それでは、レンダー始めましょう。まあまあまあ、あの、僕、プロになって初めてのガチャですね。はい。もう、プロをご了承でいいですかね。プロご了承でいきましょう。はい。僕、プロになりました。まあ、活動的には、正直あんまないんですけど、今のところ。まあ、俺の予想だと、来年のね、待って、ロード来た。これ来たんじゃね、これ。ロード来た。てか、ちょっと、はい、行きましょう。わーっさ、ない。まあ、来年、多分、プロリーグっていうのが、多分、俺の中でできると思うんですよね。そのプロリーグができた瞬間に、本気の本当の活動っていうのは多分始まると思います。で、自分入ったプロチームなんですけども、野良連合って言いまして、なんだっけ、レインボーシックス CG とか、まあ、それを知ってる人は結構知ってると思うんですけども、とてもね、有名なブランディングのある、プロチームですので、僕的には結構ね、本当にありがたいなって思って、で、なんならチームにですね、山田さんがいるんですよね。はい。で、結構、毎試合、毎大会自分、山田さんと別で、なんていうんですかね、ずっと敵だって、おっと、5分後に時間、メンテナンスはやばいって。マジでメンテナンスはやばい。メンテナンスはやばいから、ちょっとガチャ。メンテナンスはやばい。ちょっと待って、メンテナンス中にちょっと引いときたいな。いや、マジかー。いや、ちょっと待って、マジか。嘘でしょ。頼む。メンテナンスはマジでやばい。これ、待って、メンテナンスまでに当てることできるのか、やっぱり。大丈夫か、お願い、来て、お願い。まあまあ、ちょっとメンテナンスにちょっと怯えてるんですけど、まあそれはちょっといいんで、ちょっと話しますと、まあ山田さんとね、ずっとライバルみたいな感じで、別のチームでずっと大会出てたんですけども、今回ね、やっとこさね、同じチームになれて、山田派、やぴまる派みたいな感じで分かれてたと思うんですけども、そん中で、やっぱ一緒にね、できるところで、応援してくれる方は2倍っていうね、俺の中では、まあ増えたっていう認識でいいのかな。山田好きだけど、やぴまる嫌いっていうのが、山田好きでやぴまるも同じチームだから好きっていう感じになってくれたらいいかなって思うので、ぜひともチャンネル登録と高評価、そしてね、まあ、コメントとかもね、ぜひともよろしくお願いします。そして、まあ、みんなね、いろんな人に広めて、まあ、山田と同じチームだよってね、だからやぴまる嫌いになるなよって言ってください。はい、ぜひともよろしくお願いします。ということで、当てていきたいんですけど、全然出ないね。マジかっていうぐらい出ない。頼むから、ちょっと、連打早めに行きますか。お願いだから。いやー、マジでこれ出ないのかなー。あ、待って、なんか今、エメラルドか。エメラルドが出たね。いやー、頼む。本当に頼むから。で、ビッグボックス引く前に出てほしい、俺は。あれ？俺こんなの悪かったっけ？みんな大好き、爆死になっちゃう、これ。あー、ほんとやばい。待って、いきなり声出してごめん。いきなり声出してごめんだけど、ほんとにね、ちょっと、今、切羽詰まってます。はい。課金はマジでしたくない。やだ、スキンだけにさして、スキンだけに、もうチャレンばっかで。やばい。お願い。頼む！ただいま、夜中の12時半。頼む。お願い。お願いだから。やーだ！マジで、こんな出ない。嘘でしょ？やばいって。おー、待ってきたんじゃねえ、これ。なばー。やばい。頼む。本当に頼む。
いや、本当に出ないじゃん。一回ビッグボックス行く。一回ビッグボックス行く。うーわー、ダメージでけえ。ちょっと連打、まあまあ、もう課金する気持ちで引いちゃう、これ。課金する気持ちで引けばいいのかな。やばいやばいやばい、マジでやばい、マジで。あーらーらーら、ほんとに出ないねー。やばい、ほんとマジかってくらい出ないんだけど。いやー、頼む。頼む、スタッパも出したいんだ、俺。うわー。オーマイガー。やばい、やー。やー、出てください。ほんとに、お願い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 。マジかー。いや、やばい、ほんとにやばい。ムカムカしてきた、胃が。このね、俺本当に課金したくないんだよ、ね、もう課金はほんやばい、本当にやばい。マジか、マジで言ってんの。お願い、本当にキャラ、お願いお願い、スタパー出なくてもいいから、今日キャラだけ出そうぜ。キャラだけ出ればいいよね、今日。いやー、頼む。もったいね、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 もったいね。もう、やだ、俺、本当に課金だけはね、マジでしたくないんだよね、俺。ああ、いっぱい、もう、あと、ちょっとです。うわー、ビッグボックスで出てほしいな。せっかく貯めたからさ。やだ、マジで。もう、頭痛くなる。頼む。頼む、頼む、頼む。もう、やば、俺、今日、いや、当てていこうかと思いますって言わなきゃよかったな。いや、これ、どうなんだろうな。どうなの、途中でやめてもいいのかな。やばいな、これ。いや、ほんとにね、課金はしたくないんですよ、俺。マジで。いや、ほんとに。で、こういう時のために、クリエイターブーストを、ほんとにお願いします。やっぴまるで。しょぼい、しょぼい、マジ、中身がしょぼい。頼む、頼む、ほんとに頼む。やばい、発揮する、発揮する。やばい、やばい、やばい。ムカムカしてきた、ムカムカしてきた。いやー、ムカムカしてきた。いやー、ムカムカしてきたよ。オーマイガー。うそやろ。え、こんな、嘘だろ。え、買っちゃっていい。いや、も、いや、マジかよ。嘘だろ。いや、マジかよ。うわー、もう。ああ、いっか。いや、メガだったらさすがに出るだろ。嘘やん。嘘でしょうよ。え、本当にやだ、本当にやだ。え、どうしよう、みんな、これ。マジか。うーわー、気持ち悪く。え、でもなるんね。じゃあ、この続きはちょっともう一回撮り直しますね。はいはい、ということで、メンテナンス終わって、まぁ、ちょっと爆死したんで、ショップで2400円分だけね、ちょっと買いました。はい。だから、なんか正直ちょっとあれなんですけど、170M 切りそうになったら 170M で買いますわ。はい。いや、なんかでもな、出るかな、出てほしい。お願いします。行きましょう。ノーヨ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 ーわー、マジできつい。なんか2000円かけて結構、やばって、いや、そう考えたら本当にきつくなってきた。うわー、気持ち悪い。本当にさ、本当にごめんね。いや、引こうかな、俺。いやー、どうしよう。買いたい。いやー、みんなはどうすればいいんだ、俺は。ガチャ欲しいのか、ガチャが見たいのか。ガチャから出る B が見たいのか、それとも普通に買っていいのかわかんないけど、とりあえず引きます。頼む！来い！あ、これ来ないやつ。オーマイガー。いやー、もう2400円高いよ、もう。本当にやめて。送ってきた。うわー、もう。本当にやばい。え、待って。あと1回引いたら ?80 で。待ってね。もうさ、170は切りたくないんですよ。170はちょっと切りたくないんで、さすがに計算する。でもやだー。どうしよう。どうしよう。なんか悩む。ここまで来たらさ、引きたいけどさ。いやー、引けない。いやー、メガボビッグボックスしか行けない。いやだ、どうしよう、どうしよう、本当にどうしよう。皆さん、俺はどうすればいいんですか、本当に。いや、みんな的にさ、
メガオックスで出した方がいいから。いや、少年見せるわ。頼む、俺ここで課金して出すからさ、このクリエイターコードマジでお願い。本当にお願い。俺にか、いやー、きつい、はあ、じゃあこれ、全部引き終わって出なかったら、170名買いますわ。それでいいかな。1220名お願いします。最初からそうしろみたいになりそうだっけ。そうやろ？おい、ちょ、確率渋くない？もう俺。もう本当にやな。あ、来た！あ！あ、なんとも言えない。よかったんかな？わかんない。全然わかんないけど。いやー、もうなんかすっきりしねえんだよな。あ、でも、パワーだけ買っていこうかな。速攻2個ぐらい買って。ちょっともったいないよ、俺。やったよ、これ、俺もう。本当に最悪なんだけど。いやー、最悪だわ。え？もったいなくね、俺。いや、でも乾燥させたいんで、買いますかね。お得パックを買っていこう。お得パック買っていこうか。いや、待って、ここカットしなきゃいけない。めんどくせえ。カットするのめんどくせえ。まあ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 、ちょっと乾燥させたいんでね。お得パックで。待って、ちょっともったいないな、これでも、この使い方。なんかめちゃくちゃもったいないことしてないよね。俺なんかめちゃくちゃもったいないことしてる気がするんですけど、大丈夫かな、これ。いや、なんかもったいないことしてんな、俺。もったいないことしてんな。いや、超もったいないことした。やっぱやめます。ちょっとごめん。途中でやめます。はい。申し訳ないけど。いや、ほらほら。めちゃくちゃもったいない。やば。めっちゃもったいないでしょ、俺。すいません。終わりにします。はい。次の、マックスが、マックスどうせ来るじゃん。マックス買うときに、2日後っすね。2日後にまた課金しますわ。はい。で、その時に、なんつーの、この、瓶もパワー上げつつ、マックス出して、という形にしていきたいなと思います。ちょっと触りますね。ちょっと使えますか、じゃあ。せっかくなんで、バトラーでいいかな。いやー、しょうもねえな、この動画。頭の悪さが出てますね。いや、本当に俺、お金使いたくないんですけど、はぁ、なんか、今考えたら本当に辛い。でも、みんながスパチャくれてるから、それで、買ったと思ってもいいかな。めちゃくちゃ泣いてんだけど、俺。本当にちょっと約束すんね。今度から、いや、ちょっと箱、全然割れないじゃん、これ。雑魚！効率悪いバトロイ。すいません、メイさん、バトロイはめちゃくちゃ弱いっす。そんなことない。いや、そんなことあるよね。4話。まあ、とりあえず、リロードは1つですね、皆さん。なるほどね。いや、あと、ちょっと約束します。みんなが、間違えた。170円目で、ちゃんと買えます、これから。ガチャ引かないわ。いや、ダメだ。気持ちが乗ってない。ダメだ。終わりましょう。超泣いた。いやー、ごめんなさい。本当にごめん。本当にごめんね。なんかみんなが、はい。結構ね、心配してくれる人いるんですよ、僕のこと。いや、それはちょっともったいなくねって。確かにもったいねえ。と思ったんで、次からは、ちゃんと、ボックス溜まってたら、キャラは買って、ボックスで、パワーを貯めてって、スタパ買って、みたいな感じでやって、スタパはコインで絶対買う、みたいなね。感じでやっていきたいと思います。ということで今日はこんな感じで終わっていきましょう。いや、ちょっと待って、でもさ、課金すんのも嫌だなぁ。まあ悩んできます。悩んできます。はい、課金するのも悩んできます。ということで今日はこんな感じで終わっていきましょう。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。皆様、それで、バイバイ。